あの方とは、私、おじ、新役をやらさせていただきます、竹中直人です。いや、筧美和子さんと久しぶりの共演で、とても楽しみにしていた現場でした。筧さんは相変わらず美しくてキラキラしてて、毎日ドキドキの撮影現場を経験することができました。たまに遠くから汽笛が聞こえることもあって、汽笛の音で、なんか耳を詰まながら、汽笛ってなんか懐かせていいなって言ってね。汽笛ってなんか、哀愁があるんだよね。このドラマにはね、汽笛が出てこないよね。もう一回やらせてください。井上くんはとても眩しい男性でした。いつもキラキラしていて、キラキラするってことはとても大切なことなので、私はいつも井上くんにキラキラしてていいねって言いました。すると井上くんはパーケーしているワールドでした。人生は法律なの先生、ベル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 。私はびっくりしてしまって、井上くん、それはどこの言葉なの？田中さん、僕実は火星人なんですよ。今日も朝お会いした時に、竹中さんって呼ぶから、あ、なになにって近づいていったら、ファールズ・キー・シール・ワール・ワール・シール・ワ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 ール・井上くん、なんて言ったの？やっぱ、筧美和子さんは可愛いねって伝えたんです。じゃあ、そのまま言ってくれればいいじゃないか。わかりづらいよ。井上くんに言ったら、ノッとした顔をしていました。おいってイケメンどもめつけるかってからガッと潰れるあれですね、かけみやこつけるけんしてなーいしスタッフ上がるけんして正面ぶったからガーッとの頑張ってくれ。そしてどのって近くからつきききにメイクさんとかぶるさふさふんだー、片言ですよね、大変だ。イケメンどもよ飯を食え、ぜひご覧くださいというメッセージでしたが、いかがでしたか？もうめちゃくちゃですね。うん、すごいですね。現場もあんな感じで進んでいたんですかね。そうですね、もう笑いをこらえるのに私たちは必死 で、 そうです、ね、いやーびっくりしました。想像を超えるめちゃくちゃな VTR で。筧美和子さんは久しぶりに竹中さんと共演されたんですね。あの以前ご一緒したとご一緒させてもらった時も、もう竹中さんのアドリブに私は本当に弱くて、もうなんかツボをがっちり刺激されてしまって、もう一回ハマると抜けられなくなってしまうんです。だから今回も覚悟はしてたんですけど、もうやばかったです。 笑いをこらえる力が今また思い出してしまいました。そして井上さんは、はい、あの言語は何だったんですか？いやだから僕は正直記憶にないんですけど、なんかあの真面目な感じとあの説得力で言われると、はい、もしかしてあの会話をしたんじゃないかってこう記者の方でそうなのかなって思ってる方いらっしゃるかもしれないです。いやでも確実にしてないはずです。だから何なんですかね、すごいっすね。多分ずっと見てられますよね。いや本当でもあれ、はい、あの竹中さんのやっぱあの竹中さんワールドにあのタイに毎日現場に通うっていう、まあそういうところでしたかね僕たちは。楽しい撮影、はい、もう楽しく、はい、撮影させていただきましたね。コメントも15分ぐらい回していただいて、そんなに喋ってたんですか？そうなんですか？ほとんどあんな感じだったギュッとさせていただいて、15分が2分になってたんですか？すごいっすね。これが ドラマの中でもこんなシーンがもしかしたらあるかもしれないかもしれないということで、皆さんにも楽しみにしていただければと思います。